やっぱり暑い夏っておでこがペタペタするから、余計このおでこの油で前髪ペタつくんですよね。なのでそんな時は、チョキチョキこんにちは、表参道フラティストあやまるです。前髪がうまくセットできない、こんな風に悩んでる方たくさんいるんじゃないですか。前髪って女子にとっては命というか、前髪がうまくできないと気分まで下がっちゃうってぐらい重要なポイントですよね。でもなかなかうまくセットできなかったり、なんかぺちゃーんって潰れて可愛くならないとか、せっかくできたと思ったらすぐに崩れちゃうとか、こういった悩みを持ってる方も多いはずです。そこで今回はふんわり可愛い前髪の作り方と、崩さずにキープさせる方法を紹介していきますので、ぜひ皆さん参考にしてください。まずはまだ前髪がこのようにペターンってしちゃってるので、ふわっとさせるために一度前髪根元の部分を濡らしていきます。前髪は中間毛先よりも根元が大事なので、しっかり根元濡らしてください。でこういう水が出るスプレーヤーがあると一番楽ちんなんですが、ない方は洗面所に直接行って手でバシャバシャつけてもらっても大丈夫です。顔がベチョベチョにならないように気をつけてくださいね。はい、これで一度濡らしたらコームでギザギザと溶かしていきます。そうすることで根元の癖をぼかすことができます。生え癖がある方とか、すごいペタンってしちゃう方はこういう風にギザギザに溶かしてあげると根元が整いやすいです。で前髪ってこの短い髪の毛だと思うんですけど、この横の部分の長いところも一緒に持ってきちゃってください。変にここパックリ分けて乾かしちゃうと前髪だけ孤立してなんか違和感になっちゃうので、ちょっと後ろの方から持ってきて全体的に乾かすと一番バランスのいい前髪が作れるかなと思います。長いところは後で良ければ大丈夫ですからね。はい、ではこれで一度ドライヤーで乾かしていくんですが、ここでポイント。前髪をふんわりさせるコツはこの乾かし方にあります。髪の毛って今こうやって濡れてると思うんですけど、この髪から水分が抜ける瞬間の形を記憶する性質があるので、いかにこの水分が抜ける乾かす状態の時にふんわりさせれるかっていうのがすごく大事になります。なのでまず左右にいろんな方向に乾かして根元を動きやすくします。最初から上から風が出てピターって乾かしちゃうと、もう真下のぺちゃんこにしかならなくなってしまうので、左右いろんな方向から風を当てて、まず根元を自由にさせてあげてください。まずそこまでやっていきますね。はい、これで今9割乾いてます。そしたら次ですね、さっきよりはふんわりしたんですけど、まだもうちょっとふんわり感足したいので根元を立ち上げるように乾かしていきます。なのでまず前髪をこの横の髪の毛も一緒に持ってもらったら、この状態のまま、綺麗な状態のまま上に持ち上げます。持ち上げる時にこういう風に割れた状態で持ち上げたりしないで、しっかり割れのない状態で指で挟んで上に持ち上げてください。もう隙間がない状態ですね。ちゃんとピーンと張っている状態です。でこの生え際に対して垂直に持ち上げたら、この根元に下から上に向かって風をこのように当てていきます。でこの時の風は温風の弱風でやっていってください。強い風当てちゃうと一気にブーンって飛んでいってしまうので、なるべく優しいあったかい風でこの根元を少し上に向かってふんわりさせるように、根元を起こすように温めていきます。ではそこまでやっていきますね。はい、だいたい15秒ぐらい温めたら、次はもう手を変えないこの状態のまま冷風をまた15秒ぐらい当てていきます。今説明しながらやっていたので止めながらやっていったんですけど、自分でやるときは温風15秒当てたらすぐそのまま冷風に切り替えて15秒当ててください。はい、そうしたら手ぐしで前髪を元の位置に戻します。ほら、どうですか、ちょっとこの時点でさっきよりもふんわりしたっていうか、おでこと前髪の間に隙間ができました。前髪がペターンってなってしまう理由として、おでこに前髪がひっついちゃって、このおでこの皮脂が前髪に移ってまたよりペターンってなってしまうっていうのが原因の一つでもあるので、なるべくこのおでこと前髪の間は指一本ぐらい隙間が空くようにするといいです。でこんな感じで温風冷風を当て終わりました。なんで最後に冷風を当てたかっていうと、さっきも言ったように髪の毛は水分が抜けた瞬間の形を記憶します。温風で乾かした後でも髪にまだ熱が残っている状態だと、まだ髪は形をキープしようとしている最中です。
なので、あったかい時に髪の毛をペタンって下ろしてしまうと、前髪の重みで冷めていく間にだんだんぺちゃんこになってしまって、結局ぺちゃんこの状態で形がキープされてしまうという現象が起こってしまうので、そんなことになったらもう意味がなくなっちゃうので、持ち上げた状態で冷風も当てて、しっかりこの形をキープさせるっていうのが大切になります。冷風を使って熱を冷ましてあげることによって、ふんわり状態がキープできるっていうわけですね。はい、そしたら次はアイロンを使ってさらにふんわり可愛く仕上げていきたいと思います。まずは前髪の仕分けからいきます。長いところの部分は後で巻くので横に分けてください。ではこの前髪の一番この短いところから巻いていきますね。まずはやっぱりふんわりした前髪を作っていきたいので、アイロンをする時も同じように少し上に持ち上げて、まずアイロンするで前髪にツヤを出します。ちょっとこう上に持ち上げる感じ、さらっと。そしたら次はそのままアイロンスルーをするような感じで、内巻きにしたら流したい方にそのまま真横に流します。はい、こんな感じですね。結構しっかりふんわり、おでこと前髪の間もちゃんと隙間があります。ポイントは一旦上に持ち上げてアイロンスルーをすること。その状態のまま流したい方にまっすぐアイロンを引く。そうするとこんな風に綺麗に見えるかな。この前髪とおでこの間にちゃんと隙間ができます。この隙間があることによって、さっきも言ったんですけど、このおでこの皮脂と前髪がひっつかなくなって、サラサラふんわりをキープすることができます。なのでもし前髪をこういう風に流せないっていう方も、まっすぐ下に下ろしたい場合でも軽く上に向かってサッとアイロンを通してあげた方が、まっすぐ下ろすタイプの前髪でもちょうどいいかなって思います。しっかりふんわりしますよね。ちゃんと隙間があります。でも今回私は右に流したいので、こんな感じでふんわり流しでいきたいと思います。はい、そしたら今回はオイリーな感じよりはふわっとペタつかない前髪を作っていきたいので、スタイリング剤はつけずにこのままスプレーで固めていきます。もし仮にちょっと束感出したいなってなった時は、バームとかを軽く毛先の方につけてあげると束感が少し出ていいかなと思います。本当に普段前髪がぺったりしてしまうっていう方はスタイリング剤はつけなくても大丈夫です。で、最後にスプレーを振っていくんですが、その前にまた一つポイントがあります。これも今の動画で何回も言っちゃったんですけど、やっぱり暑い夏っておでこがペタペタするから、余計このおでこの油で前髪ペタつくんですよね。なのでそんな時はじゃん、こちらを使います。ベビーパウダーなんてどうやって使うのって思うじゃないですか。今からお見せしますね。まずはこういうコットンを用意してもらって、コットンにベビーパウダーを軽く出していきます。で、ベビーパウダーをコットンの中に揉み込みます。で、軽くベビーパウダーがこうついている状態です。今コットンにこのベビーパウダーをなんと前髪の裏側に軽くなじませます。画面越しだとあんまり見えないと思うんですけど、もう本当に軽く、つけすぎるとね白くなっちゃうので気をつけてください。軽くはたきます。そんでついでにおでこにも軽くベビーパウダーはたきます。サラ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 、こうすることでよりサラサラの前髪をキープすることができます。このベビーパウダーがおでこの皮脂と前髪のペタつきを防いでくれます。で、こんな風にベビーパウダーを仕込むことができたら、最後にスプレーで固定させて、さらに頑丈に崩れない前髪にしていきます。で、スプレーも今みたいにシュッシュッぐらいで大丈夫、そんなにつけなくても大丈夫です。つけすぎると逆に重みで前髪がペターンとしやすくなってしまうので注意してください。はい、これで完成です。どうですか、この隙間、ほら指一本余裕で入ります。これがペタつきを防ぐ大きなポイントになりますね。前髪が崩れやすい暑い時期ってすごく憂鬱になっちゃうって方多いと思うんですが、この方法を参考にしてぜひ夏を楽しんでもらえたら嬉しいです。特にすごい特別な道具もいらないですし、お家であるものでやり方さえ正しくできればしっかり前髪キープできるかなと思うので、ぜひ参考にしてください。はい、というわけで今回はふんわり可愛い前髪の作り方とキープさせる方法の紹介でした。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。